おじいちゃんの顔が浮かび上がってるって言うんですよ。ほう。どうも、オカルトコレクター田中俊之で。どうも、元かそば職人の下田花です。え、何持ってるんですか？これ、うん、ビーグルス。もうええねん、もうビーグルス。こんな感じなん、うん、え、これ液体？これ液体。これ塗るん？これ塗んねん。どこ、何塗るらしい。何に塗る？塗るらしいわ。何に？俺の友達が言うてた。あ、そうなんや、うん、何塗るのそれ？あの、ラバーに。ちょっとカテカニやな。ラバーってな、あのみんな届いてもうすぐラバーや思てな、テカテカの。すぐラバー、ああ、はい、はい。ちゃうで。あんなもんは、うん、まあ偽物やで。偽物。本気のラバーは届いたらベビーパウダー巻いてる、ま、巻かれてるから最初。はいはいはい。はあ、はあ。なんかサラサラな感じな、うん。そっから自分でこの B グロス塗ってテカテカにすんねん。じゃあのマトリックスの人みんな自分で塗ってんねん。あれ B グロス使ってる。あ、そうな、うん、そう、あのもうちょっとほんまにもういいから、はい。今日はどうしますか？今日どうしようかな。どうしようかな、うん、はい。もうちょっと前に出てきてもう出るから。じゃあ、ていうか、そうですよ、もう座られへんくなってるやん、うん、なんなん。もうだから最後顔面だけになるから。撮影困難になってるやん。もうやめてよ、ほんまに。じゃあ僕しゃべりましょうか。あ、あります。ありますよ。じゃあ、あの心霊現象が、うん、ほんまに、うん、あの報道されたってやつやりましょうか。うん、報道、報道されたってやつ。これね、昭和50年なんですけど、まあ、だから7月やから、まあ本当に今の時期ぐらいですよね。夏はね、はい、あの茨城県で、起こったことがありまして、うん、まあ、とある場所の公民館でありますか、うん、その公民館の広場に、あの広場に、うん、不動明王を、うん、まあ、掘っている石碑があったんですよ、うんうんうん。で、まあ、それはそれで別に、ね、まあ、本当に不動明王の石碑のね、そのまあ普通のやつなんですけれども、うん、ある日小学生の女の子が、うん、その石碑を見るんですよね、うん、で見て、あっってなって、お家に帰って、うん、あのお母さん、お母さんって言って、どないしたんって聞いたら、おじいちゃんの顔が浮かび上がってるって言うんですよ。ほう、みたいな、うん、で実際にそこのね、あの、まあ、おじいちゃん、うん、3年前に亡くなってはるんですよね、うん、でそれで、まあ、家族もちょっと気になって、ほう、じゃあちょっと見に行こうかって言って、近いから、うん、行こう行こうって言って行ったら、あの確かに人の顔みたいなんが、あのシミとしてなんか浮かび上がってるんですよ、うん、でそれを見て家族も、なんか確かにちょっとおじいちゃんに似てるとかいうのもあるし、逆に、はいはい、じゃあお父さんお父さんで、いや、これおじいちゃんだけど、でもこれ女の人の顔ちゃうかみたいな、うん、とか言って、こうちょっと盛り上がってたんですよね。顔が出てるんです。そう、でも確かにそういうふうに出てるんですね、うん、でそれで盛り上がってたら、その近所の人が、うん、何何って言って、うん、いや、あのこれがって言って、で、まあ見て、確かにこちょっと人の顔、うん、おじいさん、いや似てるかもみたいな感じになっていって、そしたらまた他の人が、何何何って言ってね、うん、そこの町で結構話題になったんですよ。ほうほう。その石碑に人の顔が映ってるっていうので、ほうほう。でその話題を聞きつけて、当時の東京中日スポーツってあるじゃないですか、うん、あそこにですね、記事がバーン載るんですよ、うん、まあ、ここの地域の公民館のここになんか浮かび上がってるみたいな、はいはい、感じで、記事に載ります、うん、で記事に載ってさらに話題が、こう大きくなって、うん、NHK でも報道されるんですよ。ほうほうほう。で結構なんかガチじゃないですか。ガチやね。でそれで報道された結果なんですけれども、うん、もうあの続々と人が集まって、だ東京からとか、うん、もうガンガン人が来て、うん、はいはい、ピークの時、その公民館のそれを見るために、うん、1万人集まったって言うんですよ。ほう。だからあのあれですよ、呪物店ぐらい集まってん、うん、呪物店1万2000人来てる。そうそうそう、呪物店ぐらいの人がその石碑を目にぐわー集まって、うん、で、まあ、そのせいであの臨時駐車場とかできちゃって、はいはい、で、そう、でしかもあの交通整理するとか言って、あの交通整理の呪物店呪物店みたいになってるよ。ええってなって
って、うん、でそしたらもう人がもう急にガーン集まったもんやから、はい、もうその辺でなんかあの喧嘩とっくみ合いの喧嘩とかしだして、なんか柄悪いやつが、いやこれは男の顔、いやほら女の顔やと、いやいやいやこれは猫やって、違うこれはお坊さんやって、いやいいやもうそれでもううわーなってんすよ。でもう暴力事件になっちゃって、うん、でその遠くから来た人もね、その車で来たりするじゃないですか、はい、で人いっぱいいるでしょ、うん、そしたらそれでね人身事故も起こしちゃって、いやややこしいな、なんかあのその石碑の写真ね、うんうん、あの100円って言って売る人も現れたんですよすごいでしょ100円でーす、茨城県、はい、100円だよって、もうそんな感じ、もうだから関西っぽいな、祭りになっちゃって、うん、で結局、まあ、その石碑はあの最終的にあの塗装されてね、うん、バーっても消されたよ、そう、本当にある日バーって消されて、それでようやく収まったっていう事件なんですけれども、その石碑、うん、いやでもそこまでなんかあのうわーってなるとちょっとすごないですか、なすごいな、うん、やっぱで見る人によってやっぱその見え方が全然違うかったらしいんですよ、うん、だ本当に人によっては人のようにも見えるし、うん、いやこれ3人いるぞっていう人もいたんですよ、うん、でもそれは違う人から見たらいやーみたいな、猫っぽいなとか、うん、の感じで、その人によって見え方が違うっていうのもまた評判をぐわって読んだものなんか理由にもなってるらしいですわ、うん、なるほどね、まあ、もしかしたら、まあ、これ昭和50年の話ですけど、うん、まあもしかしたら現代でも同じようなことがまた起こる、うん、かもしれないですよ、思ったんやろ、うん、あの剥がしてきてよ、取ってきて、取ってきて、うん、俺に、うん、いくらで、いや金はもう、うん、あの慰謝料が溜まってるから、慰謝料が溜まってんの、うん、うせやんマジで、あのこんなに頑張ってんのに、はい、っていうようなちょっと話ですね、いいですね、はい、やっぱ報道されるっていうことは、はい、あんまないよ、そういう心理現象あんまりないでしょ、ないない、まあ、でも、実はこの話以外にも実はちょこちょこあるんで、うんうん、まあ、不思議大百科の方でもまたちょこちょこちょっと紹介はしていこうかなと、ね、その話で、うん、あのすごい話題になった同じような話があんねん、うん、あほんまに、うん、あのそれはな、こ、はい、なんかこう不動明王さんやったかな、あじゃあそれはあの、うん、また自分また一人になった時に一人で勝手に喋ってて、なんでやねん、で、うん、いやいやそれ面白いんが、その人がまた呪物を送ってくれてて、はい、うん、その話があるから、またそれはすごい、ありがとうございます、いつかやります、いつかやります、あの早めにやります、早めにやる、わ、はい、かりました、ということで皆さんご視聴ありがとうございました、ビーゴス。じゃあ、もうええねん、もう。